2019年1月12日から放送開始となるテレビドラマ、面白南極料理人、テレビ大阪、BS、テレ東の記者会見が13日に、東映東京撮影所で行われ、浜野健太、牧田スポーツ、田中かなめじ、明田康人、山中隆、岩崎う大、カモメンタル、福山翔大が登壇した。同作は、南極を舞台に、狭いドーム基地で一緒に暮らす、第38次南極観測隊7人の、おじさんたちの物語。美味しい料理を食べること以外楽しみのないおじさんたちの、姿をコミカルに描く。大将と呼ばれる、料理人の西村隊員を演じた浜野が、大将目線で、隊員たちを見ていると、南極という極限の閉鎖された基地といった面白設定を使ったコントだと思っていますと言うと、医者の松本隊員を演じた牧田スポーツは、大将がコントだと言っているのを聞いて、だからかと。僕らは極めて真面目にドラマとして演じているのにしっくりこないなと、かっこ笑いとコメント。その一方、僕らは、性格俳優としての役割を全うすべく、やりたいなと思ってたんですけど。まあ、よくできたコントだと思います。かっこ笑い時間をかけた、集団コントですねと語った。隊長、金村隊長を演じた田中は、隊長役が自分だったことに、今日改めて気づきましたと、現場では、隊長扱いをしてもらえないと言い、むしろ皆から、金ちゃん、金ちゃんと、ペット扱いのような感じです。隊長という文字は気にせずに見ていただけたらと、珍獣だらけの現場は、朝から晩まで、本番前でも、ドラマとは関係のないギャグをして、毎日笑いすぎて腹筋が筋肉痛になってますと、作品をアピール。周りのキャラが濃く、自分のキャラに悩んだと話したのは、下平隊員を演じた山中。こないだ監督に、ボン、役柄の相性は、可愛い担当だからと言われて、僕は、可愛さで売っていけばいいんだなとかっこ笑い40歳ですけど、指針が見えました。今まで、可愛さを、全く意識してやっていなかったので、ここに来て、可愛さを意識して頑張りますと意気込んだ。役作りでヒゲを生やしているという岩崎は、この役のためにヒゲを生やして、他の仕事にかなり支障をきたしています。かっこ笑いと、ぶっちゃけ、初めての連続ドラマでのレギュラー出演。これが、最後の仕事になってもいい。爪痕を残そうと日々一生懸命頑張っていますと、同作にかけた熱い思いを語った。テレビドラマ、面白南極料理人は1月12日スタートで、テレビ大阪で深夜0時56分から1時26分、BS テレ東、BS テレ東 4K で深夜0時30分に放送される。